どこまで食べる？葉生姜。私の動画では食材の美味しい使い方を紹介しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。葉生姜とは旅館に宿泊した時に焼き魚に添えられている飾り、いえ飾りではありません、食べることができるんです。ではなぜそう思われてしまうのか。葉生姜の残念ポイントはこちら。1つ目、どうやって食べるのか。2つ目、緑、赤、白とありますが、どこまで食べることができるのか。残念ポイントすべて解決いたします。その前に、一瞬で理解できる葉生姜について。旬は6月から8月、一般的な生姜と違って若いうちに収穫しているので柔らかく辛みが弱くなっています。この時期にぴったりの食材です。冒頭にもありましたが、なぜ焼き魚に添えられているのか。それは紅白の彩りが綺麗、葉生姜が魚の臭みを消す、油っぽくなった舌をさっぱりさせる、こんな理由から焼き魚に添えられています。では実際に葉生姜を美味しく食べる方法を紹介します。まずは葉を切り落とします。15センチほど残して切ってください。ここでお得な情報です。この切り落とした葉には消臭効果があります。このまま冷蔵庫で1週間効果が持続します。2つ目、根を切り離します。根の部分から何本か茎が出ている時は手で切り離してください。包丁で切ってもいいんですが、柔らかいので手で簡単に切り離すことができます。3つ目、汚れや皮を削ぎます。根の部分の汚れや薄皮を包丁で軽く削いでいきます。下処理が終わりました。葉生姜は柔らかいのでこのまま生で食べることができます。今回はここから甘酢漬けを作ります。これさえ覚えれば葉生姜について語れます。グラスに調味料を入れます。酢 100cc、 砂糖大さじ2、塩小さじ1/2、軽く混ぜ合わせてください。下処理をした葉生姜を入れます。あとは冷蔵庫で1日漬けて完成です。タイトルのどこまで食べられるか、ここまでです。白いところまで食べることができます。ぜひ美味しい葉生姜をお楽しみください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。